やっぱりジブリのいろんな作品の中で、まあ、それぞれに、ね、いろんな思い出があるんですけれど、一番強烈な印象は、印象に残っているのはトトロとホタルですね。でこの2本の作品は企画段階でもういろんな人に大反対されたんですよ、ね、それでなぜかって言ったら、それの以前がナウシカとラピュタでしょ。やっぱり日本ね、冒険活劇ものやると飽きちゃうんですよね。それでね、違うものをやりたかったんです。それがトトロでありホタルだったんです。そうすると当然ね、まあお金を出す人たちがね、ジブリに作ってもらいたいのは冒険活劇ファンタジーだった。でそれで言うとトトロとかホタルっていうのはね、お客さんが来ない作品じゃないかっていうことでね、皆さんが機会、あのお金を出す人たちがね、全く賛成をしてくれなかったんですよね。それの説得が本当にまず大変でした。それでまあやっとのことで2本立てで ねトトロ、最初トトロだけでまず反対されたんですよ。でホタルの墓をくっつけることで2本立て、そしてまあお金を出すところもね、新しいところを連れてきて、それによってなんとか成立しました。ところがですね、この後もまた大変でした。でなぜなら映画っていうのは当たり前ですけど、作るだけじゃダメです。どうやって映画館にかけるか、そしたらまずね、あのナウシカとラピュタを配給をしてくれた東映っていう会社へ持ってったら断られたんですよね。それでね、どうしようかっていうことになって、まあ実はその次に東宝へ持ってったらこれも断られるというね。そうすると、ね、せっかく企画は決まって作る体制が整った、お金を出す人も決まった、なのに映画の配給が決まらないっていうところに、ね、立たされたんですよ。企画段階でも反対されて、配給でもね、配給会社の問題でも反対された。その理由はですね、あのトトロのね、内容だったんですよね。まずね、どうしてかって言ったら、子供たちとお化けの交流を描くね。そうするとね、このお化けっていうのはどうも引っかかったみたいなんですよ。そして、ね、一緒にくっつけたホタルの方は何しろ墓でしょ。そうするとね、お化けと墓っていうことでね、これはもう誰、配給する人たちはね、誰もお客さんが見ないっていうことで反対をしたんですよ。でこれをなんとか救うしなきゃいけなかった。それがね、まあ、僕にとってはもう一番の思い出ですね。でこれを突破してくれたのがね、まあ隣のトトロの方の、まあ、一番の責任者だったクマという人がいたんですけれどね、この人が東宝へ自ら乗り込んで、それで東宝の社長にね、を説得してやっと公開までこぎつけてくれた。これがまあ僕にとっては一番印象に残っていることですね。だからもしね、ナウシカラピュタと来てそういう活劇ものを連続で作ってたら、ジブリはね、今日まで持たなかったんじゃないかな、トトロとホタルを作ることによって企画の幅がね、今わかるんですよ。トトロとホタルを作ることによって企画の幅が広がりました。それがね、今日ね、ジブリがあるね、最大の原因だと僕は思ってます。